隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今のは。とてつもないパワーを感じる。何者か知らんが、言ってみるか。孫悟空とは違う。ほう。手ごわそうな奴がいるな。孫悟空でないとしたら、一体。はぁ？チッ、カカロットじゃない。何者だ、貴様。お前などに用はない。カカロットと思って来てみれば。こいつナメック星人か。なぜこの星にナメック星人がいる。では何しにここへ来た。死にたいのか。えらく威勢がいいな。うん、戦闘力322。こんな奴もいたのか。だが所詮俺の敵ではない。貴様、俺を舐めるなよ。少しは楽しませてくれるんだろうな。なんだこいつのパワーは。くだらん技だな。その程度か。その程度か。今度は俺の番かな。では技の見本を見せてやろう。ん？もう一つ大きなパワーがある。
今度こそカカロットだ。バカな。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。父親にそっくりだ。ま？カカロット、この星の有様は何だ？人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた？おめえ、一体誰だ？何者なんだ？何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。いいだろう、思い出させてやる。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。でたらめだ。でたらめ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、ひでえ奴らだ。おい、ここには月があっから、なんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど全てのサイヤ人は宇宙の塵と消えた。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット。お前のことだ。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。赤言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。では後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか。それ以上近寄ってみろ。ぶっ飛ばすぞ。やれるもんならやってみるがいい。ご飯は絶対渡さねえ。なんなんだこいつは。どうした、おじけづいたかい。おめえなんか兄ちゃんでもなんでもねえ。思い出せカカロット、サイヤ人の誇りを。やめろ。そうだ、決めたぞ。今度の星を攻め落としたら、次のターゲットはこの星だ。この星の奴らなど我々サイヤ人3人にかかれば
たったの1ヶ月で絶滅できるだろう。預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供を返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。のてっぺんの飾りドラゴンボールだったわね。よし行くぞ、一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。鉄の橋が見えるぞ。あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば力が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。近えぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。ん？警戒信号が。戦闘力710。どこだ？何？あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ。ここに向かってくる。一つ、二つ。戦闘力322と334。来やがった。貴様ら。一体ここへ何しに来た？決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ？どこに隠しやがった？ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それよりまさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。勝負ってな、ただ強きゃいいってもんじゃねえさ。こっちが作戦なんだ。聞いた風なことを抜かしやがって。
ただの足手まといになれそうなんでな。ずつ攻撃を強くしていってやるぞ。遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。な、孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光殺法！ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと？どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。されるつもりはねえさ。お遊びはこれまでだ。デタラメを言うんじゃないぞ。助けられるわけがなかろう。
その前にお前が死んでしまってはな。よくでしょうだな。はっ、よ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 っ、もうお遊びはこれまでだ。もうお遊びはこれまでだ。もうお遊びはこれまでだ。プレゼントだ。全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがれ。油断したな。ちょっと疲れたぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしくこのお力引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。うわぁ、そら、そら、もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これは避けられん。父ちゃんを一命だな。
このガキ、くさまれ！まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。魔漢光殺法。この俺がこんな奴らに やられるとは。つまみやがり。まさかカカロットの奴が己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。腐ったり。だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て、遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるな。いつ1年、たった1年後だ。1年、さらに強い戦士が2人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。1年の間に せいぜい楽しんでおくんだな。なるほど。そういうことだ。悟空ってば、お前らしくないぞ。しっかりしろ。クリリン、死ぬっちゅうな。結構、嫌なもんだな。まあな。でも、安心しろ。すぐに生き返らせてやっから。だぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様だったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの俺が預かる。何？嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためには
この俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。その頃、地球より遥か彼方の宇宙のある星で、ラディッツめ、死におった。情けない奴だ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たん奴はもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い、永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。